静岡市葵区の寸布城公園では朝霜が降りりる寒さとなりました静岡地方気象台によりますと冬型の気圧配置で北側から寒気が流れ込み今朝の最低気温は井川でマイナス2.8度川根本町でマイナス2.6度御殿場でマイナス1.9度など県内にある19の観測地点すべてで今年一番の冷え込みとなりました。市内では マフラーや手袋などで寒さ対策をして歩く人が多く見られました日中は多くの地点で平年並みの気温まで上がり明日以降冷え込みは和らいでいくと見られています